久保さん今回夕日にしましょうか夕の夕日の夕これはね僕が車を運転してて思ったことがあって車を運転してたらね夕日が差し込んできて眩しいみたいなうざいみたいな思ったことがあるんですけどそれと同時にね待てよと夕日は別にいつもと変わらず夕日が立ってるとあるのに他の場所で見るとめちゃくちゃ綺麗だなって夕日を思えたりするのに車を運転してると眩しいうざいと思うでも夕日は変わってないどこで どこで夕日を見るるかによってその感じ方が変わる、まあ、人間ってわがままだなと <laughs> 人間ってわがままだなってすごく感じたことがあってそれでまあそれでなんか車の中で動画撮ってたんですけどまあこれはね運転してる運転する人が運転してる経験がある人だったら一度は思ったことあるんじゃないですかね夕日がこう差し込んで眩しいみたいなバイサーバーンやって眩しいなみたいなあみたいなねそこであ綺麗だなとはなかなかなりづらいっていうね 眩しいいいいっていう危ななみたいなねだって眩しいっら危ないですよね <laughs> だから綺麗だなっていうのはなりづらいのかなっていうところですねだからあの物の現象は変わらないんだけどどう感じるかどう捉えるかどういう風に見るかによってやっぱりそのうーん価値が変わるというかなんかそれが変わるんですよ夕日の価値が変動してますよねある場所浜辺のね綺麗な浜辺でね夕日をね 見たらね綺麗だなと思うだろうけども運転をしながらね渋滞,に巻きしかも渋滞に巻き込まれてイライラして,てねさらに夕日が眩しいみたいなね多分、まああの感動しないですよね <laughs> だから価値が夕日は同じ現象なんだけど価値が変動してるわけですよ浜辺でね綺麗な浜辺で夕日がでかい夕日がこうパーッと落ちてきてわーみたいな今日も一日終わりだなみたいなそよ風と浜風とさざ波と夕日がバーンみたいな綺麗だな感動みたいな だけど、渋滞に巻き込まれて、うわ、ふざけんなよって、さらに夕日が、夕日ムカつくみたいなね <laughs>。夕日は悪くないと <laughs>。夕日は悪くない,い。いってらっしゃい。